はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリライブ始めていきましょう。今回はメインストーリー久しぶりに進めていきたいと思います。第9章狙われたライブということで、再起の誓いということで、前回結構壊滅的な被害を食らいましたからね。ただいま。お、無意味だ。あのリトルリリカルだっけ、お前の知り合いだっていう子たちは無事にご家族のところまで送り届けてきたぞ。あ、おかえりなさい、ノエムちゃん。帰りが遅かったから心配したよ。何かあったの？大丈夫だった？うん、ラジラジが復調してくれたおかげで空間跳躍が使えたしな。罠を警戒してちょっと遠い場所に瞬間移動してから徒歩で町まで行ったし、ついでにあちこち調べてきたから時間がかかっちゃったけど、とりあえず今のところ町の様子に変化はなかったぞ。とはいえあれだけ大規模な軍事行動があったんだ、みんななんとなく不安そうにしてたな。うん、そっか。今まで平和な時代が長く続いてたし、兵隊さんが大行進してるだけで何事だって思っちゃうよね。うん、それよりもお前たちの様子はどうだ？さすがに昨日あれだけドンパチしたせいで疲れたのかぐっすり熟睡しちゃってたけど、さっき目を覚まして今は朝ごはんを食べてるよ。このアジトには食料の備蓄もなかったし貧相な食事になっちゃったけど、まあ急場をしのげればいい。とりあえず無事に逃げ延びられただけで御の字だ。まだ安心はできないけどね。前のアジトも結構厳重に存在を隠してたのにあっさり敵に見つかっちゃったし、ここは潜伏先としてうちのマスターがオブジェクトの変更で作った小規模なアジトの一つだけど、前のアジトよりよっぽど危機管理とか徹底してないし、敵がその気になればすぐに見つかっちゃうかも。居場所を蹴取られないように今後はこまめに移動し続けるべきだと思うよ。ほんと今の私たちってテロリストみたいだよな。はあ、なんでこんなことになっちゃったんだか。あの朝ごはんごちそうさまでございました。ああ、お前たちおはよう。昨日はよく眠れたか？そっか、まあ仕方ないよな。昨日あんなことがあったんだし。お前たちの仲間のペコリーヌだっけ、あいつも敵に捕まっちゃったし心配でよく眠れなくても当然だ。はい、ペコリーヌ様大丈夫でしょうか。生け捕りが目的のようだったのでまだ命はあると思いたいですけど、ひどい目に遭っていそうで心配です。様子のおかしかったキャル様のことも非常に気がかりですし、どうしてこのようなことに。我らは笑い合いながら食卓を囲む家族のような関係だったのに、今はバラバラでございます。慰めてくださるのですね、主様。さすが。あまり撫でられるのは好きではないのですけど、私主様の従者であって愛玩動物ではございませんので。けれど今は主様が触れているところから優しい気持ちが染み込んでくるようで、なんだか大変癒されます。
私はどうも自分で思っている以上に弱っているようなので、今だけはこのまま甘えん坊さんさせてくださいまし。うん、厳しいようだけどシャキッとしてくれると嬉しい。とりあえず生き延びることはできたけど、依然として状況は芳しくない。手をこまねいていたら押し切られて潰されるぞ。どうにか起死回生の方法を探さないとな。はい、心得ております。しかしどうすればよいのでしょう。それを今からみんなで考える。お前らも作戦会議に参加して知恵を貸してほしい。はい、ただできれば私たちが厄介になっているサレンディア救護員に連絡だけ入れておきたいのですけど、私たちが帰ってこないので心配しているでしょうし。今はまだやめといた方がいいかも。敵はあらゆる手段を講じてこっちを潰しに来てる。普通に街中で犯罪者として指名手配される可能性もある。部活に誰かと連絡を取ったり接触したりしたら巻き込んじゃう可能性がある。私たちは今国家権力そのもの、王宮と敵対してるんだから。そうですよね。サレン様たちの平和な暮らしを私たちのせいで台無しにするのは心苦しいです。まあ無事を伝えるだけならいくらでも方法はある。こっそり秘密のメッセージを届けたりしてさ、そういうのも含めてみんなで一緒に考えていこう。生きてる限りは負けじゃない。諦めなければいつか大逆転だってできる。そう信じて今は全力で頑張るしかないよな。だから巡査、隊長に合わせろと言っている。ねえ、返事ぐらいしたらどうかな。門番という職務に忠実で感心するけれど、ただ黙って突っ立って王宮の出入り口を守るだけなら魔法装置にだってできる。融通を聞かせてほしいよ、人間ならね。ほら、私も同じナイトメアの仲間だ。君とは友達ではないけど同僚だっていうことはわかるよね。せめて隊長にことつてを頼みたい。同じギルドにわらじを脱いだ間柄だ。無理やり押し通るような真似はしたくないのだけど。何度頼まれてもダメなものはダメだ。お、ようやく喋ってくれた。嬉しいよ。ちょっと石像に向かって必死に話しかけてる愚か者の気分だったから。貴様には王宮へ踏み込む権利はない。それは理解してるよ。今も昔も王宮は古臭い封建社会の仕組みを取り入れてるからね。貴族とそうじゃないものを明確に区分している。庶民である私には王宮に立ち入る資格がない。だからこそこの王宮の出入り口までジュンさんを呼んできてほしいって頼んでる。ダメだ。隊長殿は現在会議の真っ最中である。会議？何それ、聞いてないけど。一体何を話し合ってるの？貴様には知る権利がない。というかこの門番の人も多分何も知らないっぽいよね。言動の端々から戸惑いを感じる。ここで粘ってこの人を詰問しても多分何の情報も得られない。かといってこの人をぶち倒して王宮に突入するのもどうかと思うし、不可能ではないけどナイトメアはあくまでも味方だ。露骨に敵対するような言動は避けるべきだよね。これ以上は時間を浪費するだけだろうし、別の角度から探ってみようか。どうした？他に用事がないならさっさと去るがいい。
はいはい、お仕事ご苦労様です。トモ姉ちゃん、おや、まつりちゃんどうしたの。息せき切ってすぐにパニックになっちゃうのは君の悪い癖だよ。子供っぽくて可愛いけどね。頭を撫でないでほしいっす。それよりもジュンさんに報告したいことがあるっす。そうなの？でも残念だけどジュンさんには今会えないみたいだよ。この意地悪な門番さんが当選簿してるからね。でもでも急ぎの用事っす。じゃあまずは私に事情を説明してくれる？何の話かはわからないけど力になれるかもしれない。じゃあトモ姉ちゃんでもいいっす。トモ姉ちゃんは正義の心を持つ立派な人っす。自分は尊敬してるっす。ふふふふ、だから頭を撫でないでほしいっす。トモ姉ちゃんは口が達者なのになぜかたまに無言でスキンシップしてくるっすよね。しっけ。まあこんなところで立ち話するのもどうかと思うし、ちょうどいい時間だからどっかのお店にでも入ってお昼ご飯がてら話を聞くよ。まつりちゃん、何か食べたいものはある？え？じゃあお肉がいいっす。お肉を食べて強くなるっす。お肉ね、了解。お昼からあんまり脂っこいものを食べたくないんだけど、おすすめのお店があるから一緒に行こうか。おっす。ああ、でも他の子たちも呼んでいいっすか？実はジュンさんに相談があるのは自分じゃなくてその子たちなんすよ。自分はナイトメアへの取り次ぎを頼まれただけっす。その子たちはリトルリリカルって言うんすけど、トモ姉ちゃんは知ってるっすか？自分家が近所だし年齢が近いからたまに遊ぶんすけど。ああ、近頃町でギルドごっこと称して騒ぎを起こしてるあの子たちか。割と危険なこともしてて何度か注意したから知ってるよ。あの子たちは一体何だっていうの？自分もよくわかんないっすから詳しいことは本人たちに聞くっす。お店に行きがてらリトルリリカルの子たちと合流するっすよ。ふんふんふん、トモ姉ちゃんのおごりでご飯。リトルリリカルって何人いるんだっけ？私も懐に余裕があるわけじゃないんだけど、まったくもう思わぬ出費だよ。でもまあこの混沌とした状況を変えるためには必要な経費だよね。行くっす。トモ姉ちゃんのおすすめのお肉のお店楽しみっす。せかさないでほしいな。だってだって楽しみすぎて広がりが止まらないっすよ。Thank you.
は以上だ。ご苦労様。引き続き情報の捜査を進めなさい。先日のナイトメアなどによる大規模な軍事行動は全て死病を蔓延させる恐るべき魔物などを討伐するのが目的だった。その魔物を操っていたのは反政府組織であるラビリンス。忌むべき犯罪者と魔物を殲滅するために我ら王宮が軍団を派遣した。そういう物語を広く喧伝し大衆に信じさせるのよ。現場にはそれらしい物的証拠なども残してきたから、まあ大丈夫だろうとは思うけど、ランドソルの住民は普通平和な街の外には出ない。目撃者はほぼいないはずだから、我々が広報した内容をすんなり受け入れて信じるはずよ。違和感を覚えたとしてもすぐに忘れるわ。陛下が昏睡状態に陥る以前から人々の思考を我々に都合がいいようにねじ曲げる魔法装置を町中に仕掛けていたからね。民は何も疑わずのんきに平和に今日もいつも通りの日常を過ごすわ。ただしあまり猶予はないのよね。魔法装置は陛下しか動かせない。陛下が魔力を注ぎ続けない限りいずれ動作を停止するわ。そうなる前に陛下の敵は残らず滅ぼさなくちゃならない。ラビリンスの連中などの死体はまだ見つかっていない。生き延びている可能性もある。徹底的に捜索し場合によっては指名手配などもして生け捕りにしなさい。最悪殺してもいいわ。災いの種は育ちきる前に摘むべきよね。連中の捜索と捕獲あるいは殺害はナイトメアに任せるわ。王国最大の軍事力を存分に発揮しなさい。そのために高い維持費を支払っているのよ。いくつか問題がある。いや問題しかないように思える。確かにラビリンスやその協力者たちは忌まわしい悪党なのかもしれない。まだ彼らが犯罪行為を行ったという確実な証拠はないが、なぜかそう思える。これが正義なのだと。だがそれはそれとして、彼らの捜索や捕獲のためにナイトメアの戦力の大部分を割くのはどうかと思う。先日副団長だったクリスティーナが離反したためにナイトメアの戦力は低下している。一度牢獄にぶち込む際にかなり彼女が大暴れしたせいで負傷者も出たしな。戦力の増強はしたと思うけど、ろくに訓練も積んでいない新入りばかりだ。まだ使えないというか戦力としてはあまり期待できないだろう。先日のラビリンスとの交戦でまた大量に負傷者なども出たしな。町の外では陛下が操る魔物たちもこちらの戦力に加えられるが、さすがに町の中を魔物にうろつかせるわけにはいかない。魔物は基本的に危険で恐ろしい悪の権化だ。先日小さな魔物が町に侵入しただけで大騒ぎになっただろう。今度は町全体が恐慌に陥るぞ。とりあえず私は単なる国王陛下の代理人なので陛下とは呼ばないように。これは失礼した。代理人か。よろしい。確かに魔物は使えないわね。私の操る魔物たちには町の外でラビリンスの残党などを捜索させましょう。町の中ではナイトメアが誇る団長ジュンの鍛え上げた精鋭を中心にして行動しなさい。まだそこそこの人数はいるわよね。そこそこだがな。けれど我らも存分には動けないぞ。来週末にランドソルの町では大規模な祭りが開催される。建国以来今日まで連綿と続けられてきた祭りだ。
まさか中止にもできないし、我らはその準備や当日の警備などに忙殺させられる。とてもラビリンスの捜索などには手が回らない。ち、そんなのがあったわね。道理で近頃町中が騒がしいと思ったわ。お祭りね、そんなもの中止か延期にでもしたいところだけど、ランドソルの人々が楽しみにしている行事、季節のお祭りだもんね。変に中止にでもすれば違和感を覚えられるし、王宮への不満がたまるわ。それにお祭りには諸外国からも賓客が訪れるし、すでに招待状なども陛下が手配済みだったわ。陛下は意外と季節ごとのお祭りとか神事とかを大切にするのよね。町の中ならともかく、諸外国までは陛下の魔力が完全には浸透していない。こちらが妙な動きをしていたら賓客が察知して疑問を抱くかもね。外から見ればランドセルの内情がおかしな状態になっているのは一目瞭然だもの。変に勘ぐられたくないし、お祭りは予定通り開催するしかないかしら。弱みや隙を見せるのは外交上好ましくないからね。
を喜ばせるような報告をしてよ。ちゃんと成果を上げとかないと陛下がお目覚めになった時に怒られちゃうじゃないの。閣下、とりあえず我らはお祭りの準備などに注力するという方向で問題はないんだな。ラビリンスの捜索などにもある程度は人員を割くつもりだが。ああ、あんたのいいように進めて。あんたの実力と実績は評価してるのよ、ナイトメア団長ジュン。ただし定期的に報告のために要求に、というか私に謁見しなさい。それさえ忘れなければある程度は自由にやっていいわ。了解。では早速行動を開始するため、私はこれで失礼する。ええ、期待しているわ。本格的な捜索はお祭りの後になるけど、できればなるべく早めにラビリンスの連中とかの首を持ち帰ってきなさいよ。私それをお休みになっている陛下の枕元に備えるの。うわー、怖ーい。王宮すっかり悪の総本山って感じになっちゃってるよね。就職先を間違えたかな。いや、僕も正義の味方よりは悪者の方が性に合ってる気はするけどね。ここには悪にとって一番大事な自由がないよね。どんな偉い人に何を言われようが、好き放題にやりたいことをやっちゃうのが本当の悪党でしょ。そうだよね、ノエム。近頃思考に変なノイズが走るよね。何なんだろう、気持ち悪い。これはあれかな。どう考えても王宮に出入りしている人間の様子がおかしいし、やっぱり王宮全体に精神に干渉する強めの魔法がかけられてるっぽい。ま、僕は察知して防御してるけどね。でも個人では対抗できないぐらい強力な魔法っぽいし、誰かの操り人形になるのはごめんだから、今後はあんまり王宮には出入りしない方がいいかな。精神に少なくない影響を受けちゃってるのか、近頃変な夢とか見るし。どうした、僕と副団長。一旦ナイトメアの詰め所に戻るぞ。閣下の指示に従いつつ命令を果たすために、団員たちに説明などをして効率的に各所へ配置する。はいはい、上の意向には逆らいませんよ。宮塚へって大変。どうした。いや、なんか蝶々みたいなのが飛んでた気がして。うん、王宮には防護のための結界が張られている。許可なき者は虫の一匹も入り込めないはずだ。見間違いじゃないか。疲れているのか。君は新入りだし仕事に慣れていないんだろう。あんまり無理はしない方がいい。うん、できれば長期休暇をもらいたい感じ。それは難しいな。とにかく人手が足りないから、君にも無理のない範囲で働いてもらうぞ。クリスちゃん、クリスティーナの後任としてしっかり責務を果たしてほしい。あの人は多分ろくに働いてなかったと思うし、後任の僕もサボっちゃって大丈夫なんじゃない。口が減らないな。クリスティーナはあれで仕事はきっちりやっていたぞ。公務員なんだから真面目に働け。そのために民の血税から給金を支払われているんだ。我らナイトメア、今日も正義のために、世のため人のために尽力しよう。その正義はねじ曲げられてるんだけどね。そんなこと今のこの人たちに言っても仕方ないかな。
押しても殴ってもびくともしませんよ。私こんなに非力だったんですね。大量のカロリーを消費する代わりに私に無敵の戦闘力を与えてくれる王家の装備、その特性は敵に知られてるみたいであっさり没収されちゃいました。カロリーを消費しなくなってお腹が空かなくなったのはいいんですけど、これじゃあお腹ペコペコのペコリーヌちゃんっていうあだ名がふさわしくない感じですね。無力で自分では何もできないお姫様に客戻りです。いつも退屈を持て余して窓から人々の暮らしを羨ましく思いながら眺めてたあの頃のユースティアナに、うん、お？え？あれ？蝶々が飛んでる？どこから入り込んだんですか？ここは窓もない完全に閉鎖された王宮の地下監獄なのに。下がりなさい。え？今のは誰の声？まさか蝶々が喋ったんですか？だから下がりなさい。そこにうずくまっていられると邪魔ですから。え？よくわからないけど、わかりました。ちょっと壁際に下がります。よろしい。素直で助かりますよ、ユースティアナ・フォン・アストライア。ううん、今はペコリーヌと呼ばれているんでしたっけ。立場を失い流浪の身となった運命にもてあそばれた悲劇のプリンセス、あなたに用があります。牢獄の囚人を監視する刑務官が交代のために一時的に姿を消す短い間だけですが、私とおしゃべりでもしませんか？うん、この姿だとどうやら驚きや戸惑いが勝ってしまって会話にもならないようですね。では仕方ありません。礼儀としてこちらも素顔を見せましょうか。お？蝶々が魔法？まあそのようなものです。奇跡と呼ばれるべき事象なのですけど、お初にお目にかかります、ユースティアナ様。私はメタモルレグナントのネネカと申します。あなたがどの程度我らについての知識を持っているかは不明ですが、この名前に聞き覚えはありますか？メタモルレグナントネネカ？あ、聞いたことがあります。あの金ピカの鎧を着込んだマサキっていう人がその名前を。あのバカとどこかで会ったのですか？はい、カクカクシカジカで、私たちセブンクラウンズだっていうあなたに会いに行ったんですけど、その先でボロボロに負傷してたマサキさんと合流したんです。生きているのですね、あれは。はい、結構な大怪我を負っていたはずなんですけど、区長だけはいたって元気そうでしたよ。あなたのことすごく心配していました。まあ、あれのことは今はどうでもよろしい。私は別に心配していませんでした。殺しても死にませんからね、あの手の単細胞生物は。ひどい言い草。でもまあ、のんきに雑談してる暇はなさそうですしね。その辺は置いといて、今はもっと大事な話をしましょうか。ネネカさん、あなたも王宮に囚われているという話は聞いていましたけど、ご無事だったんですね。それはまあ良かったです。無事ではありませんよ。今この瞬間も私の本体はある魔法装置に動力源として接続され、
生き血を絞られるような苦痛を味わい続けています。本体というと、今私の目の前にいるあなたは？これは分身です。魔法装置に接続されそうになった寸前、肉体の一部を切り離してこっそり逃がしたのです。ちなみに私には変身能力があります。この世に存在するありとあらゆる生物に変身できるのです。やや修練が必要ですが、さまざまな無機物にも変身が可能です。ゆえに私はメタモルレグナントという二つ名で呼ばれるわけですね。その変身能力はこの分身も備えています。それにより監視の目をかいくぐり、虫や小動物、時には観葉植物の葉っぱや出入りする人間の装飾品などに変身し、人目を忍んで動いているわけです。この王宮地下監獄には強力な結界が仕掛けられており、ちょっとでも返事があれば刑務官に伝わります。各種の監視感知装置も常時起動状態です。ある程度ならば私が魔法でごまかせますが、こうして短時間のみ会話する程度のことはできても、あなたを脱獄させるような真似は難しいです。今あなたの目の前にいる私はあくまで分身、セブンクラウンズとしての権能、その全てを発揮できるわけでもありませんから。話に聞く限り、以前ラジニカーントやクリスティーナ、他のセブンクラウンズがこの地下監獄からの脱獄を達成してしまったようですしね。そのために警備レベルも上昇しています。自力での脱出は不可能でしょう。私もいくつか策を練ってみましたが、今のところ有効な方法が見つかっていません。まったく、もう全部他のセブンクラウンズのせいです。私は例外として、セブンクラウンズは普通に生きているだけで周りに迷惑をかけますね。どしがたい。あんまり説明されてもわからなかったんですけど、そのセブンクラウンズというのは何なんでしょう？私たちそれが知りたくて調べてたんですよ。セブンクラウンズとは、この世界を創造した七柱の神のようなものです。ねえか、そのように理解していればよろしいでしょう。神様なんですか？何かすごく人間味がありますけど。まあ神のような権能を持つものの単なる人間ですからね。神のごとき立場で神のごとき奇跡が起こせる七人の超越者だと思ってください。私たちのことなど今はどうでもいいですしね。今はそれよりも目の前の困難を打破しましょう。私は囚われの身ながら、ある程度は分身をあちこちに派遣して情報を収集しています。ですが完全には現状を把握できていません。お手数ですが、いろいろと疑問点に答えていただけませんか？情報を保管したいのです。中世ファンタジーじみたこの世界観においても、情報こそが真の宝ですから。別にそれは構いませんけど、一人で膝を抱えてても仕方ないですし、話し相手ができただけで嬉しいですから。時間もないようなので、ざっくりと概要だけ説明しますね。
ここまで非常に静かな展開でしたが、はい、ということで、次回はこの続き中編になるのかな、やっていこうと思います。見ていただいてありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。プリンセスコネクトリダイブやってきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。